こちらは今朝撮影されたドライブレコーダーダの映像隣の車線には止まったままの複数の車と1台の横転した軽ワゴン車が午前9時半ごろ札幌市北区のエルムトンネルで軽ワゴン車が壁に衝突する単独事故やトラックが普通乗用車に追突される事故など合わせて5台が絡む3つの事故が発生しました。 この事故で追突されたトラックを運転していた30代の男性が首と腰を痛め軽傷です当時路面は凍結していてスリップ事故の可能性もあるとみて警察は事故の状況を調べています